ごきげんよう、山口あゆきです。今日は一人で福井の旅、イエーイということで、一人で福井に行くわけなんですけど、切符買うのにめっちゃ時間かかった1時間ぐらいかかっちゃった。分かんなかった買い方、大変だったけど汗だくなりながら買いました。今からサンダーバードに乗りたいと思います。楽しみ。それではレッツゴー。この席で合ってるのかなと思ってちょっとキョロキョロしてるんですけれども、多分合ってるでしょうということで、出発進行ってイエーイって言いながら、出発まで時間を費やしてるんですけど、ちょっとね貸し切り状態にちょっとなんか顔がちょけてますね。はい、貸し切りじゃんとか言いながらね揺れてますということでね、なんかまあやることないんで、ちょっとなんか耳にちょっとうどんつけて、で汚い携帯持って外の景色見ようかなと思ったんですけど、いやあかん、火焼けてまうがんなということでちょっとやめました。で腕出とるがなと、こんなに腕出したら飽きませんよと思いながらピースしながら、何もやることないね今ちょっと揺れ、とりあえずね何もやることない時は揺れるかピースするかですね。で肩ちょっとねちょっと痛いなっていうところです。じゃーん、福井県に到着、イエーイ。恐竜や、到着。つくやいなやですね、福井でお世話になっている方に、ご飯連れて行ってもらいました。もう福井のご飯ってほんまに美味しくて、もう、私は絶対肉食べたい派なんで肉頼んでもらいますということで、もうねもう全部が本当に美味しい。なんていうのシンプルな上に、もうなんていうのもう心も体も癒されるぐらいとっても美味しかったです。これなんかね鳥なんですけど、弁慶やったかな、めっちゃね歯ごたえがあって美味しかったんですよ。でビールもいっぱい飲ましてもらって、でここでねなんか磯辺焼き、納豆の磯辺焼きなんか混ぜ混ぜして食べるんですけど、めっちゃ珍しかったですね。福井名物らしいですね。で、焼酎が美味しいよということなので、コビキっていう焼酎を水割りでいただきました。すごい美味しかったです、飲みやすかったです、めっちゃ。で私いぶりがっこ好きやっていう話をしたら頼んでくれました。クリームチーズと美味しかった。でこれねちょっと職人の、大将がですねバッテラを今握ってくれています。でこのねお店は忍者っていう店で、すごく作りも忍者でした。美味しかった。福井でライブをし終わった後にいつも打ち上げでねこちらのスナックサラさんにお世話になっていたんですけど、みんなで打ち上げしたわけなんですけど、今日は久々に、ママに会いに行ってきました。もうすごい久しぶりで、なんかね店内もリフォームされてすごく雰囲気が変わっていて、またみんなで一緒にここで打ち上げして、みんなでカラオケ楽しみたいなと思います。とても雰囲気も良くてママも優しくて、また会いに行こうかなと思います。本当にありがとうございました。やっほー、前髪きしょすぎる今帰ってきて部屋戻ってきたんですけど、携帯を忘れて、部屋に忘れて、もう部屋にあるもんやと思ってたから、部屋帰ってきたら携帯部屋になくて、ちょっともうテンパってフロントに電話かけて、携帯なくなったんですけど落とし物なかったですかって言ったら、いやないですねみたいな、どうしようみたいな、どうしようっていうので、結構5分ぐらいすいませんして、なんかどうしようなら部屋にありました。アンパンタン何やね、言ってくれそれは、そこにあると。いやすいませんでしたよ、っていうのもアンパンタンでしたけど、明日は、ゴルフということでね、楽しみたいなと思います、ホテル飲み、部屋飲みしていきたいと思います。まだ飲むんかいっていうことなんですけど、今日は飲まないけど、さっきのさこれいただきました。嬉しいねんけど、愛希がさコーヒーの焼酎福井で飲んでめっちゃ美味しいっていう話をしてて、でこれ大分のお酒なんかな、嬉しいんだけど、今は飲まないけどさ中身だけ開けてみる。嬉しい、また飲みます、ありがとうございます。本当にもう大事に飲みます、嬉しいな。携帯あってよかったわ、もうマジで焦った、マジ吉。でね今日のね連れて行ってくれた、いつもお世話になってる方なんですけど、本当にねもうよくしていただいてね、もう言ったらあきただ大阪からさ福井にただ来てこう
ゴルフさせてもらうっていう、本当にむしろお邪魔しますぐらいの勢い、まあ、あやきコンペとはいえどね、お邪魔しますやのに、すっごいね、もうホテルも全部ね、こう送り迎えもしてくださって、もう優しすぎひん、福井の人優しすぎひん、福井が好きになりますよね、大好きです、ありがとうございます、本当にお世話、何から何まで。しかもね、今ご飯食べてきたじゃないですか、もうみんなに見せたい通りの美味しいご飯を食べてきたわけなんですけど、夜食でっつってさ、でバッテラ、忘れちゃったけど、なんかサバのさやつあるやん、サバのあの酢飯のなんか押したやつです。バッテラで、自動販売機って、おビール買おうと思ってんけどさ、これがあったから買ってきた。福井県の梅酒かな、なんか福井県産梅って書いてて、これ買ってきました。朝ごはんでもいけんじゃん。おー、サワの匂い。それでは今日も、あ、めっちゃ梅の匂いする。今日も皆さんお疲れ様です。なんか明日は、今日はゴルフで打てるかなっていうところですけど、まあちょっと動画も撮れたらいいなと思うんですけど、まあ暑くて多分無理でしょう。でも撮れたらいいなっていう努力をそこに捧げて乾杯。うん、あんま、これはカロリー高いわ。100ミリあたり、これ何、何ミリあたり、これ何ミリあたりか分からんけども、100ミリあたり、100ミリリットルあたりエネルギー53で、糖質が 8.4、 炭水化物 8.4、 まあまああります。いいんですよ、今日はね、甘いの飲みたかった、美味しい。はあ、後でお風呂行こうと思うねんけどさ、それ半分残して半分だけ飲む。で、サバのしめサバね、バッテラいただきます。うまっ。あかんな、明日なミニスカ履くからさ。でも食べちゃうの、だってお腹空いたんだもん、お腹ギュウギュウ言ってる。なんでやねん、さっきの大好きなガリ、うん、美味しすぎる。これシソが入ってるな、バッテラな、美味しいわ。うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、福井最高。皆さん福井県に行ったことありますか？福井県はね、私が住みたいランキング結構上位です。私何回か言ったことあると思うけど、宮崎県も大好きで、でその福井県も大好きなんです。何が好きかっていうと、あの人があったかいのんと優しい、なんか優しいって言ってもなんかいろいろあるじゃないですか。何がそう思ったかって言ったら、例えばそのエスカレーターとエレベーター、右の方エレベーターに乗るときに、結構ご年配の方とかもおって、はい、私が入ろうと思うじゃないですか。でもその前にその言ったご年配の方がね、目の前におって、さっき入って後に入ろうっていう風に思ってたんやけど、そのご年配の方がね、あ、どうぞ、さっきどうぞみたいなで優先してくれるんですよ、とか何でもこう優先してくれたりとか、あ、いいですよどうぞとか、なんかほんで困った時に声かけてくれるとか、そういうなんか人の温かみを感じれるのが、その福井県、宮崎県で結構あったので、いろんなところ行く中でね、他にもあったけどさ、なんか印象に残ってるのは福井県と宮崎県なんです。だから私として住みたいなと思うのはその県かなって思いました。すごい良かったです。待って、 1,2,3、 今何個食べたっけ、3つ食べたよな、あと1個だけ食べるわ、もうほぼなくなりそう、もうこれでおしまい、あやきの楽しみはおしまいです。うん、食べ過ぎた、太っちゃということで1日目終了、明日も頑張ります。頑張りますっていうか楽しみます、楽しみながら頑張ります。福井から帰ってきたら東京でライブがあるんですけど、忙しいやーですけど、今回はねちょ
ちょっと心のリフレッシュというか、大好きな福井の北陸の皆さんとね触れ合える機会っていうのなかなかないからさ、楽しみたいなって思います。それじゃあバイバイ、おやすみ。お風呂入ってくるわ。眠。お風呂上がりました。お風呂使ってきたんですけど眠すぎるねんけど、なんでこれ髪の毛乾かさなあかんよな、これな、絶対にな。暑いんですけど、なんで動画を回したかというと、これ紹介してなかったなと思って、マスラオ守り、大丈夫守り、大丈夫巾着、これ非売品だそうですね、いただきました。福井五穀神社です。で、このマスラオ、大丈夫守りもこれすごい人気みたいですよ。ぜひ福井県五穀神社にいた際には皆さんも購入いただけたらと思います。なんかいいよな、大丈夫っていいよな、マスラオ。で、私はねこのお守りをつけて常にこう守ってもらえてるような気持ちになりますので、皆さんもよかったら一緒につけませんか。つけましょう。じゃあ寝ます。おやすみなさい。今日はねゴルフです。あやきカップです。出るかな。頑張ってきまーす。そうですそうです。ずっとね見つけてくれてるんだけど色褪せてる。熱っ。でも汗だく。よくわかんない。イエーイ。ゴプロ？いや違います。カメラです。カメラ。イエーイ。カブボケてるけど、うん、まっ。はい、じゃーん、福井でした。じゃーん、暑い、見てこの汗。ちょっともうすっぴんで申し訳ございませんけども、帰るだけやから。福井バイバーイ。